大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ512人トーナメント前回の続き黙々とやってまいります。シャープ60ですが特に何もないです。淡々とやってまいりましょう。現在は予選 M ブロックの1回戦の最後の試合ということになりますので、1回戦第16試合からお届けしてまいります。木村京子対ザ・グレート・サスケということで、さあどうなりますか、いきましょう。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーム版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクドニシオカが実況を務めさせていただきます。ということで今回は架空ファイプロ団体 WMW、3年半ほどの間にエリートしてまいりました512名のレスラーを一堂に会しまして、トーナメント形式で一番誰が強いのかを決めるという企画でございます。512名を16のブロックに分け、各ブロック32名で予選トーナメントを開催。予選トーナメントを勝ち上がった16名のレスラーで決勝トーナメントを行い、決勝トーナメントを制したレスラーが512人の頂点ということになる企画でございます。試合ルールにつきましては基本ノーマルルールの時間無制限一本勝負、クリティカルの発生率が高く、砂漠レフェリー阿部志郎レフェリーの3カウントを叩くスピード、場外カウント移動速度など全てが速いに設定されています。さあということでこれがもう1回戦の最後ですね。プロレスネタはね、なんかね、なんか喋らなあかんなと思ってたことがあったのかどうだったのか、特にこの間ちょっと気になったのはアントニオ猪木さんの何ですか、あのリハビリの、映像がちょっと流れてましたよね。まあやはりだいぶしんどそうな感じだったんですけどね。まあまあね、いつかはっていうことになるんでしょうけど、なんかね想像したくないですよね。アントニオ猪木がこの世からいなくなるっていうのをね、なんかね、なんかそういうことを口にする方がなんか怒られそうな気もしますけども、まあいつかはその日が来るんでしょうね。まあジャイアント、そういえばそれとはまた別だとは思うんですけども、ちょっと気になったのは桃田チカラさん、力道山のお孫さんですよね、言ったらね、そうですよね。で桃田チカラさんのお父さん、桃田光雄さん、のことについてなんですけど、桃田チカラさんが、ツイッターでちょっと更新休みますみたいなことやったかな、なんかお父さんの体調が悪くなったので、そこにちょっと専念したいと思いますのでみたいなことを書かれてて、ほんじゃあ光雄さんちょっと調子悪いやなっていうことになって、うわーっていう気になったというようなことがあったんですよね。まあ、それもまあね、いつまでもっていうわけにいかないですけどね。桃田光雄さんそういえば作ってないなと思いながらね、そんなことをふと思ったということぐらいですかね。はい、というわけで試合の方に集中していきましょうか。木村京子ザ・グレート・サスケですね。木村京子さんはね、もちろん木村花のお母さんとして有名なんですけども、木村京子っていうプロレスラー自体もかなりこうなんて言うでしょうね、いろんな意味でこの人すごい詳しいわけじゃないんですよ。感情がもうものすごいほとばしる感じのっていうなんかイメージが僕の中にはあったんですよね。すごくこうよく見てたわけじゃないんですけども、プロレスというもので自分を表現するっていうことをやった時に、その激しさはかなりのものがあったんじゃないのみたいなことはやっぱりずっと思わせてくれましたよね。もともとはなんかこの方、今日収録前に一応ちょっと調べとこうと思ってさらっとだけ見たんですけども、 FMW の、テスト生としてキャリアがスタートするんですけど、1年足らずでもう辞めてしまうんですかね、あっさりと。そこに関してはねすごくなんかあっさりと書かれてるんですよ。FMW にテスト生として入団するが1年ほどで退団で、その後旅を
旅に開眼して、もうその時に木村花さんを、出産というふうに書いてあるんですね。で、WMF というのが、まあ、FMW の、まあ、その後継団体みたいなのがありましたよね。でそこからシャープ土屋さんの、紹介で JWP で、そこからっていうようなことですかね。まだ JWP もやめてますね。まあとにかくいろんなところに行って、であと女子でデスマッチするっていうのは今でこそそんなに珍しくなくなりつつある。いやまだ珍しいのか、その辺がこうなんていうんですかね、ちょっとずつこう変わりつつある。女子が、男子と一緒に試合するのも昔はもの全然違うかったのに、今は結構平気であったりしている、デスマッチもそういう風になりつつあるんですけども、この木村京子さんは多分結構早い時から大日本と絡んだりして、デスマッチに手を出したりとか、というようなことをやってたんですよね。だからまあそういう意味ではやっぱすごかった、アグレッシブだなと思いながら。であと個人的にすごく覚えてるのは、あのよしこと安川さんでしたっけ、不穏試合と言われる、あの試合のセコンドにもついてて、でこう試合がまあ一応こう不透明決着がついて、で和田恭平さんがゴングを要請した後にすごくこうつかみかかって怒ってたっていうのもこの人いたんですよね。この人いたんだけど、木村京子さんがね、なんかねすごいなと思いますね。まあ破天荒な人生だなとしか言いようがないぐらいなんですけどね。まあ、現在はあの木村花さんのことを、まあ、経験を、いろんな人に伝えるというようなことで活動されてたり、まあ、そのネットによるその誹謗中傷なんかを防ぐための活動で、全国を飛び回るようなことになってるんで、もうちょっとプロレスは離れているわけじゃないんですけども、木村京子さん、いや木村花の、なんかをみたいなをやるっていうのを、いやーサスケのこと喋れず、いやこれはもう木村京子の勢いが勝ったというところですね。グレートサスケはまたどっかで、あのねこのね、あのこれ話すと長くなるんですけど、実はね次期シリーズ、インディーの時代だ、分かったら出ていけっていう、まあインディーとインディープロレスと言われるあの時代、 FMW を筆頭に、メジャーに対抗していこうっていうあの団体一大ブーブメントが起こった時のレスラーたちを、集めてリーグ戦をやろうと思ってるんですよね。でそこにねグレートサスケ一応入れようと思ってるんですよ、今のところ道の句として、なのでまあそこで出れるからまあいいかなみたいな感じになってしまうのかな。いやーまあでもね、まあまあどっかで、またやりましょう。木村京子これで2回戦進出、試合時間13分43秒、リングアウト勝ちで木村京子が、ザ・グレートサスケから勝利ということになりました。はい、もうこれもこれはこれ、はい、では行きましょう。さあというわけでこれで2回戦、ここからスタートとなりますね。ベスト16はもう読み上げることはしませんのでこのままいきましょう。では2回戦の第1試合、本日の2試合目、アジャコング対カレーマンの試合お届けしてまいります。試合開始です。さあというわけで、2回戦ここから突入となるわけですけどもね、まずあのカレーマンのことで皆さんいろいろコメントをいただきましてありがとうございます。カレーマンのことを僕は、ダニエルブライアンって言ってたんでしたっけね、それすら分かってないわ。ダニエルブライアンって言ってたのかな。でもあの皆さんからご指摘をねいただきまして、クリストファー・ダニエルズが正解ですよということで、申し訳ございませんでした。まあいつものことなんですけどね。なんでやろうな。これね、その前回カレーマンの試合1回戦の時になんか話してた時、ウィキペディアを見ながら話してたんですよ。あのその記憶があるんですよね。
だからウィキペディアを見ながらやからそんな間違えることはねないはずなんですけどね。いやーまあちょっとなぜかそうなっちゃいましたということで、はい、まあまああのね、まあ毎度のことなのですいませんでした。はい、さあというわけで1回戦勝ち上がった者同士、体力はある程度削れているマイナスのスタートということになりますので、1回戦に比べると2回戦多少、試合の展開が早いのではなかろうかということで、早めに勝負の方に試合の方に集中していきましょう。さあまずはカウント2。さあカレーマンがやはりこの間スパイシードロップあんまりなんか出てなかったような気もするけど、アジャコングはパッケージドライバーで買った記憶があるんですよね。はっきりくっきりと力、強さで、ああこれは場外戦、おおこれは戻りましたね。さあという、おおいきなり垂直落下式のブレンバスター。さあこれで先手を打ったのはアジャコングの方か、一気に持っていく、いいですね、背面エルボードロップ、これも馬力系の技なんで理にかなった攻撃になっているはず。さあカレーマンがちょっと遅れを取ったか、いや手数が多いだけなのか、この辺が見極めが難しいところ。さあラリアットからのカバー、うわーカウント 2.9 まで来ましたね。ということはアジャコングが先手を奪ったということで間違いないでしょう。さあカレーマン、おおこんな技があった、ペンデュラム式パックブリーカーを2連発、これはどうだ、一気にカレーマンが追いついたか、カウント 2.9 まで来ましたね。さあこうなるとお互い必殺技、大ダメージを与える技になるか、いやその前にカレーマンがムーンサルトプレスを決めていく、カウント 2.9。 さあこれはちょっとアジャコング苦しくなったか、ギブアップを迫りますが、これはアジャコングまだ耐える。さあアジャコングの裏剣必殺技でクリティカルも出るんですが、それを出させてもらえないというところか。さあテキサスクローバーホールドブレイクになりましたが、これがあるということを見せているような感じですよね。いつでもギブアップは奪えるんだぞと、カレーマンの余裕というところか。さあアジャコングなかなか起き上がれない。さあ首切りポーズ、あーそして出た、これはどうだ、これはねでもね腕力系の確かパラメーターだったと思うんですよね。だからカレーマンにとってはあんまりそんな有利ではないのかもしれない。普通のテキサスクローバーホールドは確か締めのパラメーターなんですよね、攻撃パラメーターが。さあそれを分かってあの技を多分なんか僕は意図して装備してるんだろうなということになりますね。さあリング中央に持っていったアジャコング、さあこの場所はアジャコングの得意エリアのはず。コーナー付近に行くとやはりカレーマンの方が得意技が出てくるでしょう。さあミドルキック、ドテッパラに入って、うーラケンが決まった、しかし一発でそう簡単に決まらないでしょう。カウント 2.9。 さあこうなるとアジャコングとしては裏剣をとにかくどれだけたくさん出せるかというところでしょう。その分母の数が多くなってクリティカルが生まれるかというところなんですが、カレーマンもそうは簡単には許してくれない。さあロープに振って、おーゼロ戦キックからのギブアップを狙ってくる、どうだ、うわー、アジャコングがここでさあというわけでね、クリストファー・ダニエルズが勝ったということで、試合時間10分0秒ちょうど、キングコブラコーホールドでカレーマンがアジャコングからギブアップを奪った試合でした。アジャコング1回戦のあのこうなんていうんですかね、力強さがちょっとやっぱりなんかなくなってたのは1回戦でもう出し尽くした感があるということなんでしょうかね。この辺やっぱりちょっと女子レスラーがこう
ね、決勝まで届かないというところの、一発勝負だったら勝てるけども続けては難しいというところでしょうかね。さあというわけでそんなことを言いながらでもどんどん進めていきましょう。本日の3試合目2回戦の第2試合となります。グレート・ムタ対伊藤隆二の試合お届けしてまいります。試合開始です。ね、そんなん言いながらでもね、これ収録してるちょっと前に YouTube に上がってる動画のコメントをちょっと見てたんですけどね、これが M ブロック、予選 M ブロックで、その前の予選 L ブロック、天竜源一郎が、2試合連続で、しかも53歳という、まあ、組まないと出せない技、これを2試合連続でKO クリティカルを出して勝利という奇跡も起きるわ、奇跡というかなことも起きるわけですからね。アジャコングが裏剣一発クリティカル出てたらもう2回戦進出どっちになってたかはまるっきり変わってたわけですからね。そういう意味で言うとね、そうやってやるな、やっぱり運を持っているというか、それも実力のうちというのはね、ベタな言い方ですけどね。さあというわけでグレートムタがその運を持っているのか、おお、いきなりドッキリ。さあ緑にまみれた伊藤隆二をいたぶるグレートムタ、いや伊藤隆二も負けてない、ブレンバッサーで返していく。今回グレートムタには、武藤敬司との、試合というのも課題も残されてますからね。この間そういえばグレートムタ、じゃないや、グレートムタ対武藤敬司の試合を全日本プロレスでやってのけましたけど、あのグレートムタの正体って誰だったんでしょうねっていうのをちゃんと答えてくださる方がおられましてね、ごめんなさい、それコメントどこやったかな、全然聞いたことのない名前の方でしたね。ジョニーなんとかやったかな、海外の、まあまあもちろんプロレスラーで、今それ調べるとややこしくない、あ、ジョン・ハガーっていうレスラーですかね、WWE にいて解雇された後、全日本プロレスにグレートムタ、英語表記ですよね、として登場ということで、だったみたいですね。まあでもなんか何て言うんでしょうね、そのこのレスラーのことは全然知らないんですけども、意外とちゃんとやってたみたいな、僕の中でも勝手なイメージがあるんですけどね、まあ、その辺はこうレクチャーを本人から受けて研究させられたというかあったんでしょうかね。そうでもなかったのかな、なんか見てくれだけが似てて実はそうでもなかったのか、うん、僕はもう何度も言いますけども、武藤敬司時代の全日本プロレスをほとんど見てないので、よく知らないんですよね。そのグレートムタっていうのが英語表記のムタがいたっていうことは知ってるというぐらいですかね。さあということなので、うちにはそのグレートムタを登場することはないんで、グレートムタ対グレートムタという試合はまあ行われないという、これはどうだ、おお、カウント 2.9。 さあ先手を打ったのは伊藤隆二の方か、そうか、武藤敬司じゃない、グレートムタのラウンディングボディープレスもあれば、この伊藤隆二のドラゴンスプラッシュもあるということですね。お互いコーナーからの飛び技が、決め手となるかというところですが、それを先に繰り出したのが伊藤隆二で、武藤敬司も負けずにすぐに追いつく。あー、そこからの腕試技、これはいいですね、グレートムタらしいギャップ萌えとでも言いましょうかね。あんな毒切れ吐いたりはちゃめちゃするのにこういう技をしっかり持ってる、その辺がグレートムタの良さというところ。おお、いいですね、毒切れ吐いてからのローリングソバットからの腕試技、きちんと全部つながってる。さあこの辺はそろそろ伊藤隆二がグレートムタの手のひらに転がされてきているのか、いや負けていない、スプラッシュを出していく、ブレイクになりましたが、ペースを伊藤隆二が取り返したが、さあ場外戦、これはちょっと待って、どうだ、グレートムタの場外か、おお、椅子を取り出した。伊藤隆二も当然デスマッチファイターとして狂気の扱いには慣れている。うわー、これはちょっとどうだ、
戻れるのか。おお、ギリギリ。ここまでね、もう何試合やったか分かりませんけども、両者リングアウトだけが1回もないんですよね。リングアウト決着は何度かあるんですけども、今ちょっとそれになるかと思ったんですけども、さあどうだ、これを伊藤隆二チャンスと見るか。うわ、ドラゴンキッカー。さあこのまま勢いに乗れるか。いや、グレートムタも返していく、ジャンピングパイルドライバーで。さあ問題はこの後どうするか。シャイニングウィザード、いや、シャイニングウィザードあったっけな。シャイニングウィザードはなかったと思う。そうなるとコーナーの方にちょっとでも近寄った方がグレートムタとしては勝利への近道になると思うんですけども、ブレンバスター。さあ伊藤隆二、あー、ギブアップを狙ってくる。グレートムタかなり苦しそうな気もするが、なんとか耐えている。この辺は一発がでかい。さあ伊藤隆二がどうだ、グレートムタをねじ伏せるか。グレートムタなんとかペースを握り返したい。カワソかけ、カワソ落とし。さあこれは何を狙う、ロープに飛んで、おお、フェイスクラッシャー、いいですね、これはかっこいい。さあ後が続くか。シュミット式のバックブリーカーから、さあこれはラウンディングボディープレスを狙う、どうだ。心配もいらないというかね、グレートムタはやはりグレートムタでした。試合時間12分31秒、ランディングボディープレスでグレートムタが伊藤隆二から3カウントを奪った試合でした。お見事。はい、さあというわけで着々とレスラーがふるいにかけられているという状態ですよね。いきましょう、本日の4試合目、2回戦の第3試合となりますね。ダイナマイト関西対ティニエブラスの試合をお届けしてまいります。試合開始です。さあということで、ティニエブラスが前回確か、リングアウト勝ちで勝ったということなので、実力のほどがまだはっきりしないというところ、対するダイナマイト関西は1回戦、誰でしたっけね、かなりの交渉、あ、ジョシュ・バーネットと、ガチガチのボコボコの試合を、ガチガチと言ったらバチバチか、の蹴り合いを試合をして制したというところですから、そういう意味では体力的な余裕のあるティニー・ブラスの方がちょっと有利なような気がするんですけども、あのジョシュ・バーネットを破ったダイナマイト関西というような見方もあるということですよね。だからダイナマイト関西が早い時間でペースを握ることができればいいんですけども、ティニーブラスがペースを握り続けるとダイナマイト関西アジャコングと同じようにいいところなく終わってしまうという可能性も高いというところですね。まあ、このトーナメント32-3かのトーナメントは5回連続で勝たないといけないでしたっけね、確か。いつもその数がようわからないんですけど、3回戦、準決勝、決勝ですからね、5連続で勝たないといけない、まあ、それだけの、運を持ってる、もしくは相当の実力を持ってないといけない。いや、実力を持っててもね、あのね、クリティカルと場外リングアウト負けだけはね、多分防ぎようがないと思うんですよね。そう考えるとやっぱり運を持っているレスラーという、選ばれしレスラーということになるんでしょうかね。さあそうなると手数を上回って、おお、ダイナマイト返せ、スプラッシュマウンテン早くも出した。さあカウント 2.9 までいければというところでは、中、おお、重ねていく、いいですね。ティニー・ブラス、相手はかなりの大型レスラーですから、こうやって見ると身長差がすごくあるんですけども、全くそれに臆すことなくダイナマイト関西が攻めていく。さあティニー・ブラス、ティニー・ブラスはね、あのね、クラシカルな技が多いレスラー、オールド
タイプのレスラーなので、一発のダメージでいくと須田生と関西の方が上でしょうね。それを超えることができるかというところ。さあメッシュのマスクの下にはどんな表情が眠っているのか。ダイナマイト関西サソリ固めで攻めて込んでいきます。かなりいいペースですよね。おお、これはベアハッグ、こんなんがあったか。そうか、腰にダメージを与えるようななんかイメージがあった気もするな、テニーブラス。さあいいですね、女子ボディースラムからのカバーでカウント2。まあ今こんなもんでしょうね。そしてティニーブラスのエルボーバットで今やっと倒れましたもんね。ということはダイナマイト関西まだ体力的には余裕がある状況というところ、この差をどう埋めていくのか。ダイナマイト関西がペースを奪わないと一気に埋められるのか。ああ、いいですね、ここはじっくり攻め出した。さあギブアップいつでも取れるということになるのか。試合時間は7分経過。さあカバーに行く。この辺がね、この辺がオールドレスラーのファイトスタイル、意味もなくカバーに行く。でも意味がないことはないでしょうね多分ね。カバーに行くことで自分の気力が多少回復するのと、対戦相手の気力もちょっと削れるはずなんですけどね。昔はね、あのね、このカバーをたくさん行く方が強いんじゃないって言って序盤からどんどんカバーに行くっていうロジックを組んだこともあるんですけどね、あんまりそれで強くなった記憶がないんで、結局はそのままもうやめてしまったと思うんですけどね。またいつかやりだすかもしれません。あ、カウント2ていく。さあ試合時間9分、そろそろお互い2回戦ということで体力が尽きてきてもおかしい。おー、カウント 2.9。 さあダイナマイト関西もう攻め続けるしかない。さあ打撃のラッシュからラリアットからの、いいですね、この連続攻撃いいでしょう。ギブアップは奪えなくてもペースは奪えるというところ。さあこのまま、これはどうだ、スプラッシュマウンテンが決まる、どうだ、うわー、カウント 2.9。 さああと一歩というところまで来たか。ティニーブラスは全くマイペース、しかしカウントは 2.9。 大技は繰り出していませんが、なんとかカウント 2.9 のところは持ってきた。さあティニーブラスの大技は何なんだろうか。バックを取って、おー、ストレッチ、これでギブアップでも多分ティニーブラスだったらいいかなというような時代ですね多分ね。さあ技が交錯する、ミドルキックで倒してバックを取って、バックドロップもありますが、これはティニーブラスがエルボーで回避。さあそしてカバー。あ、そうか、ハードボディを持っていなかったら今のでも十分っていうのがあるんですよね。スリーカウント取れる可能性があるんですよね。ダイナマイト関西はでもハードボディ持ってたような気がするんでね、よっぽどじゃない限り、よっぽどでもカウントに、あのカバーは返していくと思うんですよね。さあティニーブラス、何かマスクと同じように秘めたる技があるのか。逆肩エビ固め、さあこれは耐えどころ、ダイナマイト関西耐えた、逆さ抑え込み、これも大丈夫。さあリング中央に持って、いや行く途中、さあバックを取る、バックドロップが決まった、これは決まった、地獄バックドロップか、ぶっこ抜きか。さあこれはどうだ、決まってもおかしくないぞ、いやーカウント 2.9。 さあティニーブラスどこまで余裕を持っていられるのか。パイルドライバー、さあダイナマイト関西気合を入れてスタミナも回復、準備万端というところか。起きて、あ、これはティニーブラスがスプラッシュマウンテンで持っていって、うわー、こんな奥の手を隠し持ってたか。伏兵現るとはこのことではなかろうか。1回戦か。
リングアウト勝ちもそうでしたけどね、これで勝つか、自分の技では勝てないから、なんたる地位や。試合時間14分20秒、スプラッシュマウンテンでティニー・ブラスがダイナマイト関西から3カウントを奪った試合でした。ダイナマイト関西としてはしてやられたというようなところでしょうかね。いやー、ティニー・ブラスすごいな、こんなことになるとは全然思わんかった。さあということでいきましょう、本日の5試合目、早くも5試合目、2回戦の第4試合となりますね。トリプルエッジ対ブラックタイガーの試合をお届けしてまいります。試合開始です。さあこれも毛色は違いますけども、試合巧者の2人の試合と言ってもいいでしょうね。先ほどティニー・ブラスの試合の時にちょこっと言ってた、あの序盤からこう何度もカバーに行くっていうのは、あのメキシカンレスラー、メキシコのレスラーでは、よくあるなんか図式というか、光景で、試合が始まってすぐにもうどんどんカバーに行って、お互いカバーのやりえっこみたいなのをずっと繰り返していくと。ちょっと待ってください、変なパターンにはまってしまった。ああ、よかったよかった。このブラックタイガーをなんかこうタイガーマスクとの試合だったと思うんですけども、なんか映像で見た時にそういう試合運びをすることが多かったんで、でそれを取り組んでみたんですよね。序盤から、頻繁に隙があればカバーに行くというようなことをやってみたんですけども、あんまりじゃあそれでブラックタイガーがめちゃめちゃ強くなったかって言ったらそうでもなかったような気がするので、結局はもうそのブラックタイガー以降やることはなかったっていうようなのと、思ってるほどカバーに行けないんですよね、あの相手のダメージが小だと。多分まあその前に起きてしまうっていうことが多くて、で結局あんまりカバーに行かないし、その成果もあんまり見えてこないしっていうことでやめちゃったような気がしますね。あ、こんなんもそうかもしれませんね、その一環だから。カウント1で全然構わない、カウント1で返されてもいいけど、気力を自分が回復して気力を、相手の気力を奪うっていうことを目的にやったような気がしますね。さあということで、トリプルエッジがそれを、うん、いいですね。ちょっとなんかこうお互いちょっと似た者同士というか、見てくれは全く違いますけどね。試合運びで言うとトリプルエッジのペディグリー、ブラックタイガーの、変形ツームストーンパイルドライバー、この辺でズバリと決めてしまうかというところになりそうな気もしますね。さあブラックタイガーがここは、スピードを生かして攻撃するか。さあラフサポーではトリプルエッジも負けてない。さあ気合を入れていく、うん、いいですね。気力を回復してからラリアット、これも深いあるかな。おー、こういうロジックを組んでるんでしょうね。優先動作を一つ潰してでもあれをやってるということは、それで強いっていうことは、まあ偶然なんでしょうね、狙ったわけじゃなくてね。さあ試合時間は6分経過、徐々にトリプルエッジの方がペースを握ってるような気がするという話をしたら、いきなりクイックパイルドライバーですね。この技はあの普通のパイルドライバーでも全然いいんですけども、男色 D のが使う男色ドライバー、ファイプロでいうところのパンツドライバーですね。あの技を、多分技クラフトモードで、加工して、る技ですね。だから普通のパイルドライバーとはちょっと角度が違うというか、でクイックにやるのでクイックパイルドライバーとして多分僕がお気に入りでその時作ったんですけども、今となってはなんかまた変な感覚が一周してしまって、やっぱり普通のパイルドライバーの方がいいなみたいなことをなんか思うようになってきたりする自分がいるというところですかね。さあ試合時間8分経過、丸め込んでいくブラックタイガー、カウントは2ですがお構いなし。それで徐々に試合を作っていくということができるのか。もっと頻繁にでもカバーに行かなあかんでしょうね、そういう
試合で運びをしようとしたら、おー、いいですね。膝裏へのショルダータックル。あー、しかしブラックタイガーもクイックパイルドライバーで、お、そこからボディープレス、カウントは入らない。さあ、それでも徐々にブラックタイガーも自分のペースに持っていこうとしますが、さあ、トリバーン、この辺ですね。このバックが決まらないのが苦しいところ。さあ、マイペースを貫くブラックタイガー。やはり大技ではトリプルエッジの方が上なのかな。ペディグリーはでもそんなに大ダメージ与える技ではないんですよね。さあ、フライングボディプレス。さあ、暗闇のトラが飛びましたが、それはカウント2で返していく。さあ、コーナーポスト最上段、おお、なだれ式セカンドロープですが、なだれ式のブレンバスターからカバーに行く。どうだ、うわー、カウント 2.9。 この一発で、うわー、これ一気に持っていくか。この一発で流れが完全に変わった。うわー、なんとか、しかしブラックタイガーも耐える。さあ、完全にトリプルエッジのペースになった。しかしブレインバスターで、これはブラックタイガー場外に転落。お、これはスレッジハンマー落としていく。さあ、場外戦、ここでもつれ込んだらややこしいことになるぞ。あー、これはカウントが進んでしまう。いやー、戻った、よかったよかったよかった。ハングマン3でしたっけね。あー、そしてぐさりと刺していく。いや、これはどうだ、決まったかもしれん。うん、トリプル H も返す。さあ、お互い、さあ、すぐさま返す。隙を与えず、ペディグリーを叩き込んで、決まった。まあ、言った通りというかね、ブラックタイガーの変化を結ぶというか、トリプル H のペディグリーかという勝負。綺麗になりましたね。試合時間、ごめんなさい、試合時間12分47秒、ペディグリーからの背面式片指固めで、トリプルエッジがブラックタイガーから3カウントを奪った試合でした。いやー、これはトリプルエッジやっぱ強いと思うねんけどな。どうでしょうね。さあ、だんだん絞られてきましたが、そう、次はどうなりますか。本日の6試合目、2回戦の第5試合になりますね。石川祐希対リッキー・スティンボートの試合。あれ、これボードになってるな。本当はボートですよね。まあいいか。しれっといきましょう。試合開始です。このね、ボートとボードとビッグとビッグはね、僕はよく間違えるんですよね。まあ僕だけでしょうけどね。まあいっかね、はい、ということでいきましょう。さあ、石川祐希、2回戦勝ち上がって、アントニオ猪木の影武者じゃないですけどね、猪木イズムをここで、継ぐことができるのか。さあ、お、いきなりスティンボード、ボートですよね、確かちゃうかったかな。さあ、これも全く毛色の違うファイトスタイルなので、石川祐希の方が万字固め、などギブアップ奪うは技がちょっと多いので、そういう意味で言うと石川祐希の方がちょっと有利な気がしますが、飛び技でリキスティンボードがボートもうややこしいな、ほっとこう、リキスティンボードが、それを制することができるか。さあ、バックを取って、おー、いいですね、バックタックル。マウントを取る、レスラーっていうのがこの格闘ファイプロ団体 WMW500、人を超えてますけども、かなり少ないですからね。あんまりそういうスタイルのレスラーを作っていないので、実はあんまりいないということなんですよね。まあ、あのファイ今はあの技クラフトモードのおかげで、そのマウントを取った後の技の種類も多少増えているんですけども、技クラフトモード以前はこのファイプロワールドの公式の技で
マウントを取った後、バックマウント、マウントを取った後の技の種類がすごく少なかったんでね、選択肢が限られるっていうのもあって、あんまり使いたくなかったっていうのもあるのはあるんですよね。あともう一つは、バックだろうがフロントだろうがマウントを取ったからって言って全然有利じゃないんですよね、ロジック戦では。それが何の要素でその決まるのかが全然わからないんですけども、マウントを取ったからといって、通常であればね、通常の格闘技の考え方でいうとマウントを取った方が有利に試合をコントロールできる、まあ試合というか相手をコントロールできるっていうのが普通なんですけども、ファイプロでは意外とね、そのパーセンテージというか、確率論でいうと意外と返されるんですよ。だからあんまりやらなくなった、強いレスラーになればなるほど、それを避けるようになったっていうのが正直なところですかね。じゃあ石川祐希は何なんだというふうになってしまうんですけどね、まあ石川祐希の場合はその試合内容を見せれば、勝ち負けじゃないところにもあるというスタイルでもあるからいいかなというところですね。それを補うため、補う関節技での勝ち方で、補うことができるというのはあるとあるっちゃあるということですね。さあ試合時間間もなく7分というところ、ちょっとリッキー・スティンボートが、躍動し始めましたね。こういう試合の流れでいくとリッキー・スティンボートの方がやっぱりちょっと有利ということになるのか。おお、今度は決まった。さあうおお、びっくりした。そうなる。いやー、南海のプロ表やるな。試合時間7分18秒、あっという間でしたね。ダイビングボディアタックでリッキー・スティンボートが石川祐希から3カウントを奪った試合でした。あ、もしかすると石川祐希 の、 防御側のパラメーターで飛び技と、あとはテクニカル系のプロレスの技がちょっと弱いような、パラメーター配置になってたのかもしれないですね。いや、完全に石川祐希が試合をコントロールしてリッキー・スティンボートが、ここからっていうところっていうところぐらいだったんですけどね、まだまだと思ってたんですけども、あっという間でしたね。はい、というわけで、7試合目になりますが、もうあと1試合か2試合ぐらいいけるかな。まずいきましょうか、7試合目2回戦の第6試合になりますね。葛西潤対黒潮イケメン二郎、あ、なかなか面白いしマッチアップ、いきましょう。試合開始です。さあということで、伊藤隆二が、残念ながらグレートムタと戦って敗退してしまったので、葛西潤対伊藤隆二という夢のカード、あのカード再びということは叶えられなくなりましたが、まあそれでも葛西潤にはちょっと頑張ってほしいかなというところ。さあでもね、黒潮イケメン二郎がクセモノですからね、とにかく。なんかだからね、こういう黒潮イケメン二郎みたいなレスラーはそのパターンにピチッとハマってしまうと一気に勝ってしまうとかっていうのがなんかありそうな感じがするんですよね。勢いに乗せたら怖いというようなところ。さあ葛西潤がそれを超えることができるのか。さあコーナーで足にダメージを。葛西潤はでも足に別に、あ、膝の耐久度を落としてたかもしれんな。まあもうこの方もね、膝だいぶ悪いというのがあるんですけども、あんまりそれを感じさせないですよね。さあリング中央で、うん、いいですね打撃。さあこの辺はまだまだ一進一退というところ、どちらがペースを握るわけでもなくというところですね。さあバズソーキックを決めていきますが、まだ葛西潤余裕はあるでしょう。フラフラにはならない。いいですね、これで返していくというところ。
黒潮イケメン二郎1回戦で丸め込みで大逆転勝利みたいな感じになりましたから、葛西潤としてはそこを気をつけたいところですが、こんな技を持ってるの。おー、カウント2。いや、ちょっとこれは葛西潤焦ったんではなかろうか。そうか、こんな技があったんか。さあ、葛西潤はラリアットをきっちりと決めていくからのカバー。おー、 2.9 まで来ましたね。さあ、でもこういう丸め込みが怖い。おー、カウント2まで。しかしこれで気力を奪われてるのか、この辺がわからないですよね。あ、これイケメン二郎が、黒潮イケメン二郎が得意とするあのジャケットパンチってやつですよね。さすがにあの技は、作ろうとも思いませんし、探そうとも思ってなかったんですけども、まあこれで一応なんか脳内保管できたらなというようなところですかね。さあ、葛西潤、うわー、コーナーの攻防。おお、ソバットから、おお、膝を叩きつけてくる。しかし葛西潤が先に起き上がる。痛くねえんだよと、デスマッチに比べたらお前の膝なんて痛くねえんだよ。さあ、それをねじ伏せることができるか。おお、これが怖い。おお、カウント 2.9。 やっぱりズバリときますね。あー、変化ツーミソンパイロドライバー。さあ、バックに回って、まるこれ、あれ、バリ丸め込み、これあれ、あれ何でしたっけ、あのなんとかかんとかですよね。あ、エレスクレロ、これもよくいわゆるファイプロ対抗戦などで言われる禁止技ですね。あまりにも、3カウント取れる技決まってしまうから、もうやめましょうって言われるぐらいの技ですね。ただ確かこれね、黒潮イケメン二郎をエディットした時に、丸め込み以外はあんまり強くないようにしたんですよね。ムーンサルトプレスとかありますけども。だから1個ぐらいなんかあってええんちゃうと思って多分装備した覚えがありますね。それがこんなところで帰ってくるとは思いませんでした。試合時間6分45秒、エレスクレロで黒潮イケメン二郎が葛西潤から3カウントを奪った試合でした。さあ、もう1試合行こう。今日はいけるところまで行ってしまいましょうかね。ビッグジョン・テンタ対、長谷博史ということで、いけるかな。はい、行きましょう。本日の8試合目、試合開始です。さあ、これも体格差のある試合となりますが、やっぱりでもテクニシャンフリーを言うと長谷博史が、強いんじゃなかろうかと。あのね、この視点、闘魂三銃士、が、まあ、武藤、長野、橋本ってなったら、そこにやっぱり続くのが佐々木健介、長谷博史、長谷健ってなると。で、そうなると、ある程度強く作っとかなあかんなぐらいはあったんですけどね、長谷をね、長谷博史を、長谷博史を作った時はそんなに強くしたつもりは全然なかったんですよね。でも出来上がったらめちゃ強いというのがなんか不思議な なんですよ。特にだからブラッシュアップもあんまりしてないような気がするんですよね。エディットするのも苦労した覚えもないですしね。まあ、なんでしょうね、そのプロレスファンとして頭にある長谷博史をそのままほぼ調べることもなくエディットしたらこういうのが出来上がった。もちろんエディットポイント160ですからね。なんでこうなったかは未だによく分かっておりませんが、強い。いや、でもここであんまりこうやって強い強い言ってるとひっくり返りそうな気もするんでね、あんまり言わない。おい、さあ、裏投げ。もしかしたらこの裏投げとかが入りやすいかもしれないですね。さっき前回の試合、1回戦での試合も裏投げがもうバンバン連発されてましたので、その返し技の確率が、低い、返されにくいということなのかもしれませんね。
で裏投げでとにかくダメージを与えることができるからというようなことになるのか。さあそれを聞いたビッグジョン・テンタがそのままで終わるとは思えないというところ。さあビッグジョン・テンタを振ります。回数はやっぱ少なかったですね。さあビッグジョン・テンタ足が遅い。うわーでもロープから帰ってきてもカウンターの裏投げ、さらにバックを取っても裏投げというのもあるんですけども、ビッグジョン・テンタはもう早くもスタミナ切れ、試合時間まだ5分経っていないというのに。さあこれは長谷博士じっくりと策を練れるというところか。とにかくこの人は頭がいい、頭がいいからプロレスにもそれが現れる。さあビッグジョン・テンタ力任せにどこまで行くか。意外とビッグジョン・テンタのでもその一発が計算をぶっ壊すということもありますからね。さあ長谷博士サソリで捉えるが、これはビッグジョン・テンタが耐える。さっきねあのビッグジョン・テンタのねやっぱりあのヒップドロップ、アースクエイクスプラッシュでしたっけね、あれがねすんげえ怖い気がするんですよね。とにかく相手が仰向けで寝てたらスリーカウントを奪える可能性があるわけですからね。どこで飛び出るかわからない。さあ裏投げは決まるな。この裏投げの脅威。さあお互いなかなか起き上がることができない。ビッグジョン・テンタ先手を打てるか。再び裏投げ。もうなんかあのレスリングのあの人形を投げるための人形、あれを投げてるみたいな感じですね。うわー、いとも簡単に投げていく。まあでも確かにうまかったですもんね長谷博士の裏投げはね。さあここに来て打撃戦、いくぞ気合を入れてドロップキック。これは長谷博士が完全にペースを握ったか。さあバックに回っても裏投げ、どこまで行っても裏投げ。さあここで場外に落とす。さあビッグジョン・テンタとしてはこれは早く戻りたいところ。わーなるほど、組みついて裏投げを警戒したらこういう技もあるというところ。さあ膝じゃすごいな。ゴーン、そして下高やな、場外に落ちたレスラーは時間とともにほんのちょっとずつなんですけども気力を失うという、システムがあるはずなんですよね。だから場外に落として自分はリング内で回復しておけばその差はちょっとずつ大きくなる。さあグランドヘッドロックでねじ伏せるか。ビッグジョン・テンタさすがにでもこのままでは終われない。さあこうなるとビッグジョン・テンタの逆襲がどこで始まるのか。さあやられたらやり返す。しかし長谷博士はひょうひょうと上がってきましたね。体力的にはだいぶ余裕があるか。いやでも一発はビッグジョン・テンタもあるぞ。さあこれはヒップドロップに行けるかと思ったんですけどもそれを生かせない。おお、パイルドライバー。さあビッグジョン・テンタを手玉のように扱っていきますが、さあどうだ、ビッグジョン・テンタバックドロップでいった。試合時間は12分経過。さあ長谷博士スクッと起き上がってさあ再び裏投げで、もうこれはやめてあげてというところか。さあカバーにいった。カウント 2.9、 かろうじて返したというところか。おお、パワースラムからどうする。うわー、今の行けよ行けよ、行ったら迷わず行けよ、行けばわかるさ。さあビッグジョン・テンタまだそのタイミングではないということなのか。フルネルソンから落としていく。いやー、ハセも起き上がる。ああ、そして足を取っていく。ビッグジョン・テンタとしては足が遅くなる。さらにおお、アバランシュプレス。
さあ徐々にビッグジョンテンタの技が決まっていく。ノーザップ、ああこれは長谷宏社長計算が狂ったか。うわあ北尾浩二にやった目つぶしですね。北尾浩二には不発でしたけども、長谷には決まったというところか。ああどうだこれ、ギブアップ、なんとか粘る。しかし足のダメージがどうだ、アバランシュ、いやいや違う、振り回していく。試合時間まもなく15分、長丁場になってくると長谷宏もちょっと苦しくなってくるか。さあバックを取る、ジャーマンでいくが、これは場所が悪い。うわー、その今回のトーナメントでテーマとなる運の部分、長谷宏には運がないのか。いやいやリング中央持っていく、裏 STF とかがあるぞ。さあバックを取る、うわー返していく。そうか、 STF を逆に出さないですよね。さあ言ってリックルードをパク、あー出ました裏 STF。 いやまだビッグジョンテンタ耐える、やはりまだ意地があるということなのか、しかもしくは奥の手があるということなのか。あーこれも場所が悪い、アバランシュプレス、これはカバー、カウントが入る、どうだ、いやそうなの。いやでもあの裏 STF でギブアップしなかったですもんね、ビッグジョンテンタが。あれを耐えたっていうところが勝負の分かれ目だったんでしょうかね。いやー実は長谷宏大ダメージをどっかでこう思ってたのか。試合時間16分55秒、アバランシュホールドでビッグジョンテンタが長谷宏から3カウントを奪った試合でした。お見事としか言いようがないでしょうね。はい、というわけで、本日もそろそろお時間となりました。あーそうか、もう1試合だけやったんか。まあ一回しょうがないですよね。はい、ということで次回また中途半端なところで2回戦の最後からということになりますが、果たして武藤敬司は勝ち上がって、グレート・ムタとの決勝のステージに立つことができるのかどうなのか、お楽しみにというところですかね。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日はこの辺でお別れです。明日もお会いしましょう。ではまた。